シャロとは、進行方向に、人間が認識できる程度以上の勾配を持つ道路、または通路を言う。ただし、道路が造成される途上、高低差をつなぐために、自然発生する場合、単に、坂、坂道と呼ばれる場合が多く、歩行者通路の場合、スロープという呼び方が普及している。自然発生的なもの以外にも、人為的に作られる場合もあるが、その歴史は、浅く、 一つには自動車をはじめとする車両の発生とモダニズム建築においてその造形が好まれたことが挙げられる。現代、先進国では階段の使用が難しいもしくは不可能な人々のために福祉的意味合いで公共施設などでは法的強制力を持って設置される場合が多い。道路は道路法によって定義されており原則として 車両も通行できることが想定されている。人為的に作る場合は、高低差のある場所へ車両を通行させようとする場合に、必要とされ、立体交差する交差点、上下街へ車が上がるもしくは降りる場合、土手との高低差の大きい川の橋などで発生する。雨天時などでは平坦度より滑りやすく、舗装に特別な工夫が必要となる場合がある。ピンコロ石を、 青海派の形に敷き詰めるなど伝統的手法である。そのうち建築物や構造物に付属したものはランプと呼ばれることもある。道路は当然人も通行するが、その場合滑りやすいことでは自動車と同様で同じような滑りにくい舗装がなされることもある。歩行者用ということで道路であるにもにもかかわらず階段となっているところもあり、 かき自転車用を並走させている場合もあるが、階段が使用できない人は、突然現れる階段に U ターンや遠回りを余儀なくされるため、できる限り配慮が必要である。横断歩道橋や地下横断歩道においては、自転車のため設置されることがある。自転車に乗ったまま通れるように階段とは別に、設置されることもあるが、自転車を押して通るためのに、階段の脇に階段と、 同勾配で設置される場合もある。建築物の床面に高低差がある場合階段などを設置するが、階段の使用が難しい人のために設けることがある。特に法律で定められた特定建築物や特別特定建築物に設置されるが、この場合、勾配、幅などを同法に設けられている規定に合致している必要がある。また、必ずしも必要でない場合でも、 建築空間、外部空間を演出するために用いられることもある。岸壁と船の間をつなぐ通路は、水面の高さが、潮積作用や波により変化するため、車路となる。特に自動車が乗り込むフェリーボードでは、船の甲板側に、可動式の後半を設置し、これを岸壁に跳ね下ろすことにより乗り、下船を通路として使用する。貨物船のランプウェイアメリカ合衆国。 ありがとうございます。